はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストしゅんです。今日はですね、急遽この動画を撮ってますっていうのが、すごくね、こう心の痛い事件がこのお花関係で起きてしまいました。フラワーデザインではなくて、もう柴のレンタルビジネスで結局詐欺事件が起きましたね。それも60億円という巨額な詐欺事件になってます。フラワーライフという会社なんですけれども、もともとは押し花のスクールを行ってたような感じでしたね。で、それがなんかレンタルビジネスを始めて、そこからこう配当金まで行くというね、ちょっと信じられない道筋をたどってるんですけれども、お花っていうのはこの人の生涯にこう関わっていくものなんですね。生まれた時にね、お花を贈る、それからこう節目節目でやっぱお花を贈りますよね。卒業式とか、あと入社とか、もちろん退職でも贈りますし、最後にはこうお別れのね、お花で皆さん旅立っていくわけです。この人生のこう節目節目で出てくるこうお花、そして皆さんに癒しを与えるお花で、こういう詐欺事件とかはもう今後一切残してほしくないと思います。なんか僕もなんかこう心が痛くてね、これ聞いた時に、もうこの何ですかね、人ごとには思えなかったんですよね、この騙された方たちが。ただこれを行ったこの2人の女性なんですかね、これはもう許せないですよね、本当にね。まあ、だからもう第2第3のこの花関係、こういう事件が起きないようにしてほしいと思います。基本的に、まあ、僕もフラワーデザインスクールを経営してますけれども、まあ先生になってね、将来こう多くの生徒さんに教えるっていうのはいいと思います。ただ配当金に関しては、お花に関しては多分ないんで、こういうのはそこは気をつけてほしいと思います。この会社も、まあ、本当にちょっとネットで調べてみたら2013年ぐらいから結構おかしいっていう声が出てますね。なのでやっぱそういうものもにもこう耳を傾けて、騙されないようにするというのも一つの手だと思います。もう本当に、まあ、今日一つ言いたいのは、とにかくこの人に癒しを与えるお花で、こういうことを二度と起こさないでください。それだけです。ではまたお会いしましょう。